どうも、尾形巡洋艦星谷です。いや、男が女心を理解するのって難しいよね。ああ、確かにね。ああでも僕、女の子と二人でデートすることができたんだけどさ。お前すごいじゃん。あでも、その女の子と二人で歩いた時に、いい感じになって、話が盛り上がったんだよね。お前が実は女心を理解してるって話だったら、俺聞かないよ。そしたらさ、その子がなんかこういう感じで手を出してきたんだよ。あ、だる。あ、これ手つなぐやつじゃん。だから手出てるよって教えてあげたんだよ。え、まあ、こうやってなんか手出したまま歩くのおかしいから手出てるよって教えてやったんだよね。お前バカか。そう、お前も手出しときゃいいんだよ。ああ、だからか。それでムッとしてたんだね。でしょ。してんの本当に。あ、でもその後買い物してたら、なんかまた荷物が重たいとか言い出してさ。いや、もうそれもアピールチャンスよ。だから、こう腕に力を入れるとモテるようになるよって教えてやったんだよ。あ、モテよ。重いものを持つ理論解くな。え、これって路地腹？あ、路地腹とかでもないよ。で、その後もなんだかんだのいい話が盛り上がっていい感じになったんだよね。あ、そうな、うん、で、その女の子がなんか目を閉じて口を尖らせ始めたんだよ。まあ、お前結局大成功かい。だからリップ塗ってあげたんだよ。お前 T 岡田？え？こいつ T 岡田？え、チャンス全部逃すじゃん。え、野球選手の T 岡田ってチャンス全部逃すの？代打で出てきて全部のチャンスで凡退してた時代あったよ。お前恋愛 T 岡田？あ、僕恋愛 T 岡田なの？お前恋愛 T よ。あ、してんの？あ、そうか。うん、ちゃんとしてくれよ、恋愛T。あ、それでよく僕女の子怒らせちゃうんだよ。だろ？うん、してんなよ、ほんとに。で、この前も、なんか女の子で、女の子二人で遊んでた時に、なんか二人で行くならどこ行きたいって聞かれたからさ。で、いきなりホテルって言ったら怒られたんだよ。アホ、旅行どこだろ、それ。何言ってんの、お前。あ、そうか。うん。で、その後もなんかデートするときに、うん、この会った瞬間、いきなりホテル誘ったら、めちゃめちゃ怒られて。お前、正気？それとも非正気？で、夏になって、このスイカ割りをするときに、うん、で、こう女の子に目隠しさせて、右右、あ、前前、もうちょっと左だなとかいうやつ、こう指示するやつあるんですよ。あれで、ホテルまで導いたら大激怒出された。お前、ホフパワー？え？こいつ、ホフパワー？全部ホームラン狙いじゃん。え、野球選手のホフバーって全部ホームラン狙いじゃん。いや、代打で出てきて、もうチャンスだし、もう犠牲フライでいいのに、全部大振りしてたよ、あいつ。お前恋愛ホフバー？あ、僕恋愛ホフバーなの？お前恋愛ホフピーだわ。あー、だからか。それで、あー、でも、僕女の子とこう、やるときに、なんか男らしく、こうやっていかないかなって思ってる。いや、でもそんなガツガツ行くのは良くないよ。ああ、そっか。でも僕、女の子とこう歩くとき、常に前歩くからね。いや、そんなの別に、あんまりポイントじゃないから。で、気づいたら、100メートルぐらい差がついてるときある。お前、重信？え？こいつ、重信？足速すぎるって。野球選手の重信って、そんな足速いの？ダイソーで出てきて、ただただ早いよ、あいつは。あのさ、さっきから例えるんだったら、せめてレギュラーの選手で言ってよ。は？なんかダイソーとかダイダーとかばっかりでしょ。いや、控えてもいいでしょ、別に。いや、そんなんだったら、もう、普通野球選手でもう例えるんだったら、うん、もうレギュラーで普通例えるよ。なんで、もうダイダーとかダイソーとかばっかり言うの？お前、ブラウン監督？え？文句ばっかり言って。ブラウン監督？誰それ？いや、しょっちゅう猛攻撃してた広島のブラウン元監督いるだろ。控えの監督ってこと？そんなのいねえよ。昔の広島の監督。カラプ女子とか出てくる前の監督なんて控えみたいなもんでしょ。まあ意外と得づくな。あ、てかさ、俺今へ。何が？俺今へ。何を言ってるの？あ、俺の好きな選手って今へ。いや、知らないよ。俺今へ。いや、そんなの僕じゃなくてさ、自分の目で聞いてよ。ああ、そうか。てかな、お前、女心知らねえなら、せめてもっと野球選手にしとけ。もういいわ、友達だ。